始まりました、メイドのお土産チャンネル。ちょっとカメラスタッフさんが撮影機材を全部上に持って上がる、間制限時間5分で移動していただくんです。ここはものづくりの町、富山県高岡市。伝統的な町並みや雄大な自然、きっときとな食、ものづくりの職人さんがたくさんいて、素敵なものでいっぱい。今年のクラフト市場町はオンラインだから、この3人がこの町の素敵なお店と商品を紹介するね。なんだか素敵な外観。早速入ってみよう。こんにちは。拭き漆という技法で仕上げられてるよ。拭き漆は漆をすり込んで磨くという技法。木目を魚ナイフ買います。やれやれ、女子トーク始まったか。次はどんなお店に出会えるかな、楽しみ。なんていうか、その職人さんのお仕事とかそういう部分に触れる番組はたくさんあると思うんですけど、そうですね、ちょっと日常的なところとか、うん、ちょっと職人さんの中身というか、うんうんうん、そういうところにフォーカスを当てた番組にしたいなってね。で、この HP のバーみたいな。あ、そうです、そうです。なるほどなるほど。で、この下の Q のところ、うん、ウルトラマンに出てくる Z ですね。 Z の方は、たまたま家がそういう仕事をやってたんで、多分あの親父がクリーニング屋とかだったらクリーニング屋になってます。赤巻紙が、うん、お二人のコラボプロジェクトにですね、密着させていただいた動画をこれから流す。こういった牡蠣を考えてるんですよ。で、ここの漆の部分をちょっといろいろ模様とか変えて、うん、なんか時間足りひん、間に合うかな、うん、こんだけしかやってない、やばい、やばい、痛いって間に合わ、今何時、お腹空いた、やっと来た、あ、はい、ごちそうさまでした。漆の部分を、ありがとうございました、ご視聴ありがとうございます。まあ、ということでね、またねー。